皆さんこんにちは、こまりなカフェの白尾です。今日はお客様お二人しかいませんでしたなんて思ってませんよ。お二人も来てくださいました。本当にありがとうございます。今日来てくださった N さんが Y さんと一緒にランチを食べに来てくださいました。 N さんという方も元をたどれば S さんからの紹介なんですね。 S さんと私っていうのもカフェをやるまで知らない人でした。今日はお二人だけだったんですけども、12時からなんと3時半ぐらいまでお二人で話をしてたかな。それから最後は私と話をしたので、4時ぐらいまでいらっしゃったんですね。4時間もありがとうございます。その時にね、その初めてご来店くださった Y さんお話してると、彼女 YouTube をやってるって言うんですよ。とか思って、私そういう方初めてだったのでびっくりしました。そしてすぐお互いに登録し合いましたけれども、彼女は数秘をやってるらしいんですよね。で、その数秘のことについておしゃべりしてる、なんかずっとおしゃべりしてて、あ、面白い方だなって思いました。私の年代って数秘とかあまりなかったような気がするんですけれども、最近流行ってるんですか？で、だいたい数秘っていうのがどういうものかよくわかんないんですよね。そんなわけでね、YouTuber 仲間ができました。お一人、お一人は富士美さんという方、 FUJIMI 富士美さんで、この方はね、去年だったかな、去年のいつからだったかしら忘れちゃったけれども、私の YouTube を見てますって感じでコメントを書いてくれたんですよね。どの動画か忘れちゃいましたけど、結構前から見てくださってたようで、 YouTube もね、本当に全然登録者も増えないし、地道な作業なんですよね、亀みたいに。で、ちょっと折れそうになるんですけれども、そんな時にコメントいただいて見てますって書いてくださったので、すごく励みになったんですよね。わー、嬉しいと思って。富士美さんの方は自分の顔出しはしないで、綺麗な花々とか、あとバラ園だとか秋の紅葉とか、そういった景色を、ドローンとかを使いながら、もう綺麗に撮影してるんですね。とても美しい YouTube チャンネルです。時々コメントもくださって、群馬県内だからぜひ YouTube の話をしましょうって前書いたことがあるんですよね。私コメントで、困りなカフェにも遊びに来てくださいって書いたんですけど、まだ一度もご来店くださってません待ってます、藤見さん。はい、それからね、もう一人いるんですね。この方がまた変なご縁でつながった方なんですけども、富士見さんもそうですけど、これからお話しする方も全然お顔は分かんないんです。もう一人の方はふわふわ短足猫にゃぶりっていうチャンネルなんですけれども、にゃぶりっていう子猫ちゃんとの、日常を書いてるんですよね。さすがにね、動物シリーズっていうのはね、すごいなと思ったんですけど、12月ぐらいからチャンネル登録してにゃぶりくんをYouTube にアップしてから、今日ねちょっと見たら47本の動画でもう368人も登録者がいるんですよ。私も猫とかワンちゃんだったら友達に見て見てってね、 YouTube 登録してって気軽に言えると思うんですよね。でも自分が顔出しでこんなおかしなことを喋ってる YouTube、私のチャンネルねってなると、見て見て、ぜひ見て、チャンネル登録してとはね、友達とかに言えないんですよね、恥ずかしくてね。この前のインスタでね、恥ずかしがっちゃいけないとか書きましたけども、私だって恥ずかしいんです、本当はね。だけどこれは困りなカフェの YouTube は宣伝もあるけど、あまり宣伝効果ないので、
まあ自分の楽しみのためにアップしてるって感じです。で、私がお話ししたいのはその彼とのつながりですね。なんで私がふわふわ短足猫にゃぶりを登録したのかっていうのは、昨年の11月ぐらいにリクルートのエアレジを私も導入しようと思って、ね、それを申し込んだんですね。そしてこの iPad が届きました。で、ね、設定しなければいけないんです、エアレジを。で、それがよくわからなくて、まあ、電話したんですよ。設定がわからない人のための相談窓口じゃないけど、そんなとこがあるんですかね。そしたらば彼が出たんです。私の想像するのに20代ぐらいかなと思うんですけれども、または30代前半かな、男の方が出たんですね。いろいろこう聞きながら、その人の言う通りにこうに押してって、で設定できたんですけれども、で画面をね共有したりして、まあ、言われるままですよ私は本当に。でここを押して振り込んでとか言ったら、もしかしたら振り込んじゃうぐらいな感じで、もう彼の言うままに設定していったんですけれども、その中で彼の方から猫を飼い始めたと、持ち猫の話が出たのかな。なんで YouTube の話が出てきたんだろう。その辺がね忘れちゃったんですけど、もしかしたら私が何かで YouTube の話が出て、もちまろ日記っていう男の人がもち様っていう猫を飼ってるんですけれども、登録者がすごいんですよねっていうような話になったのかしらね。そしたらば彼が実は猫を飼い始めたって言ったのかな。でこれから YouTube にアップしようと思ってるとか、そんな感じで言ったと思うんですよね。それなので私が、実は私 YouTube やってるんですよっていうことを言ったんです。エアレジの設定とか説明はこっちに置いて、もう2人で YouTube の話になっちゃったんですけれどもね。彼がねすぐ検索して、狛犬カフェを検索してね、で ありましたみたいな感じで、で私もじゃあ猫を YouTube にアップしたらお知らせくださいって言ったんですね。それから12月、まあ、1ヶ月ぐらい経ってからかな、アップしましたって彼が教えてくれたんですよね。12月でしょ、それで今3月でしょ、3ヶ月ぐらいの間にもう368人ですから、すごいですよね。私なんかもう亀のようですよ本当に。それからもう一人忘れてしまうところでした。物理問題の解き方っていうチャンネルのうちの息子の高校の時の先生です。全然息子も教わったことないんですけれども、私 PTA の方やってて、その係が物理問題の解き方っていうチャンネルを持ってる S 先生なんですね。 S 先生知らなければ絶対チャンネル登録しないチャンネルなんですけれども、大学入試のための物理の解説やってるんですよね。高校の物理の先生をやってきた先生なんですね。で YouTube チャンネルやってるので、このチャンネルはやっぱり受験生にとってはためになると思います。まあそんなわけで、私はホヌホロイムア数秘術チャンネル、それからふわふわ短足猫にゃぶり、ぜひぜひ私を含めて5人の方の YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。ぜひぜひご覧になってみてください。でもね、なんか面白いつながりだと思いませんか。こういう範囲っていうのは決まっちゃうのかもしれないけれども、こうやって YouTube やったりとかすることによって、またそこから知らない人とつながっていくっていうのがね、私はすごく面白いなと思います。それでは今日はこの辺で。